その時に感じたのが、なんかもう自分一人の問題じゃないなって思ったんですよね。でそれでもう本当にこれリアルに僕10分ぐらい号泣して、今回の日本選手権はなんかそういう問題じゃなかったです。なんかこれぞボディービルっていうのを見せつけられたんで、うん、これはもうズバリ、はい、ですね、やめる。島さん、こんにちは。こんにちは。今日はこんな空気のいい場所に来ておりますが、トークを取るって感じですかね、今日は。そうですね、はい、ちょっと大会の振り返りと今後について、はいはい、話していければなと思うんですけれども。かしこまりました、はい、そうですね、1週間経って、まあ、気持ち的にはあの、大会後のコメントを取った後から、まあ、10分後ぐらいですかね、からだんだん気持ちがこうまだ乗ってきて、はい、で、まあ、来年に向けてっていうところで、まあ、考え出して、でホテルに、まあ、あの日ホテルに戻って、まあ、大会終わった当日ですね、はい、ホテルに帰ってこう、まあ、自分なりのこう反省点とかを考えて、反省会を自分なりに行って、うん、でまあ体の改善を考えた時に、まあ、多々改善点があるなというところで、まあ、気持ち的にはまあそうですね、まあ、来年の大会に向けてというより、こう自分の体を良くしていく、うんっていうところで、まあ、考えは定まってきたかなという感じですね、うん、で、まあ、ここ1週間の過ごし方は、月曜日からトレーニングずっとやって、はい、先週の月火水木曜日まで4日連続トレーニングして、はい、で金曜日オフ飛びで土曜日からまたトレーニング、うん、っていう感じなので、まあ、トレーニングは週に6回くらいはやってるっていう感じですね、はい、しっかりとじゃあトレーニングされて、はい、で強度的にも、まあ、大会前と同じようなセット数とボリュームは引き続き継続してるっていう感じでやってます。まあ悔しいは悔しいですけど、なんか結構複雑だったんですよね、はい、こうまあ自分なりにこうやってきて、まあ、自分なりにその時ベストの体で挑めたので、うん、まあ、その自分に対してはすごいこう褒めてあげたいというか、うん、まあ、ここまでよくやったっていう思い、ただこう応援してくれる方たちのあの日の夜、あ違うか、次の日夜ですかね、こう YouTube が上がって、はい、でコメントも全部読ませていただいて、はい、僕が YouTube 開いた時に多分160数件コメントが入ってたんですよね、まあ、今はもっと増えてると思うんですけど、うん、で全部読ませていただいて、その時に感じたのが、なんかもう自分一人の問題じゃないなって思ったんですよね。なんかこれまではこうトレーニングの延長線上で大会みたいな、はい、気持ちがあったんですけど、うん、自分が思ってる以上にこんなにもたくさんの人が応援してくれてるんだみたいな、うん、それをこうスマホを見ながらずっとスクロールしていって、うん、コメントめっちゃ来てる、しかももうすごいいいコメントばっかりで、うん、でそれでもう本当にこれリアルに僕10分ぐらい号泣して。本当ですか。号泣しながらもうコメント全部読んで、はい、でそれでなんかさらに悔しさが増したっていうか、うん、なんかそうですね、なんかその気持ちに応えれなかった不甲斐なさがまたその悔しさに変わってみたいなところがあって、なんか久しぶりにボディービル始めた時の気持ちがなんか戻ってきたって感じです。あ、そうなんですね、はい、なんか緩くない、こうやっぱ10年間同じこと続けてるとやっぱこう波ってやっぱあるんですよね、うん、ただそれが本当に今純粋楽しい、うん、でトレーニングをやりたいみたいな、うんうん、早くジムに行きたい、うん、っていう気持ちがすごい高くなってきてるんで、なんかもう自分一人の問題じゃなくなってきましたね。なるほど。じゃあやっぱり周りの応援してくれる人が増えれば増えるほど、島田さんの力にも、力になりますね、すごく力になってます、はい、ありがたいです。ありがたいです本当に。そうですね、まあ一番はやはりフロントに比べて、体の前面に比べてその背面の凹凸、まあ、これちょっとポージングでも改善はできるとは思うんですけど、まあ根本背中の厚み、うん、凹凸感を出すっていうところですね、うん、結構フロントでこうデコボコに見えるんで、うん、そのままバックポーズに入った時にあれどこに行ったか分かんないみたい になっ、まあ、自分が実際 YouTube 見て思ったんで。まあ、そのなんですかね、差が激しすぎるっていうのがまあ一番の改善ですね、はい、なるほど。と、まあ、やはり足のサイズ感っていうところですね、うん、なんかこれまではその密度を増していって、例えばハムからお尻にかけての仕上がりとかも密度感を増して仕上げていけばなんか大きい選手とも戦えるのかなと思ってたんですけど、うん、今回の日本選手権はなんかそういう問題じゃなかったですね、もうやはりもうみんな根本でかいみたいな、うん、なんかこれぞボディービルっていうのを見せつけられたんで、うん、まあ、足のワイド感っていうのも
改善ですよね、うん、っていうところですね。ただ足に関してはコメントでも結構足良くなったっていう風なコメントもあったかなと思うんですけど、はいはい、ご自身ではどういう風に感じられてますか？まあそうですね、自分自身でも良くなったと思いました。ただ周りがすごすぎてその良くなったスピードを、うん、もっと速くしていかないと。なるほどです、ね、っていうところですかね、うん、これはもうズバリ、はい、ですね、お酒をやめるお酒をやめる、はい、ちょっとびっくりなんですけどなんかなんかそれこそ、はい、こうボディービル始めた頃からどのくらいだろう、まあ、僕2014年デビューして14から2020年コロナくらいまでお酒一切飲まなかったんですよ、はい、なんで6年間ぐらいずっと飲んでなくて、はい、でそれもまあ体を作るためにアルコールは必要ないっていうところで決めて飲まなかったんですよね、はい、ただまあコロナになってジムが閉まってとか、はい、こうトレーニングすることがなくなって、はい、やることなくなってそれからのなんか流れでずっと飲んでたんで、はいはいはい、絶対に生活が乱れるっていうところで、うん、まあ、僕の飲み方はですね、はい、っていうところでなんか去年の課題は、はいはい、1年通してこう継続してトレーニングを行って、はい、で生活を見直しますみたいなこと言ってたんですよね、はい、こう雑誌の取材とかで、はい、でもなんかそういう見直すとかじゃなくて、はい、トレーニングに入るまでのコンディション作りを、うんうん、しっかりと管理する、はい、っていうところですね、はい、なので前日のもちろん食事からそうですし、はい、当日の朝ごはんもそうですし、うん、トレーニングに入る時間から逆算して栄養分も考えて、うんうん、睡眠時間も計算して、はい、まあ、今更何言ったんだって感じなんですけどいえいえいえ、そうそう、そこからなんか本当原点に戻れた感じですよね、はい、なるほどですね、はい、僕一人でも飲むんですよ、はい、で例えば家今夜9時ぐらいからなんか飲み出すかってなった時に、はい、ウイスキーの700のボトルあるじゃないですか、はい、あれが1本開くか開かないかぐらい、はい、もうほんとちょっと最後残るぐらい、はい、1人で飲んで、はい、っていうぐらいですねかなりの量、そうなんですよね、はい、飲まれるんですね。そうみたいですねじゃあそれだけ時間もかかる、あ、時間なんか、まあ、そう朝まで、朝まで、はい、あ、そうですね、なんかその人と飲み行っても12時間ぐらいは飲んでますね、はい、そうなんですね、はい、で飲み出すとご飯食べないんで、はい、多分かれると思うんですよ、うん、飲むだけの方と、うん、まあ、食べながら飲む方って、はい、で僕はもう食べたら飲めないんで、はい、まあ、12時間は本当アルコールだけみたいな、当然筋肉が分解するしかないじゃないですか、はい、もうそうですね、確かに、そう、その無駄にやっとこの4年ぐらいで気づいたっていうオンに入ってからは、あ、オンに入ってからは飲んでないさすがに、はい、もう飲み方も0100かっていう、そうそう本当そうです、はい、なんかできないですよね、うまく、うん、これぐらいとかできないんでなるほど、はい、じゃあもう飲まないって決めたらもう飲まない、飲まないです、はい、基本的にはそうなんですよ。じゃあもうまずはお酒をやめるっていう、やめる、変わらないですね、もうこれまでやってきたものと全く変わらないですね、うん、やり方、考え方もそうですし、うん、やり方、アプローチもそうですし、はい、頻度とボリュームも変わらないですね、うん、なるほど、そうなんですね。でトレーニングって多分みんな好きでやってるんで、はい、多分一生懸命やると思うんですよね、はい、じゃあトレーニング2時間やったら残りの22時間をいかに過ごすかみたいな、はい、でそこで差が出てくると思うんで、うん、まあ、その22時間を集中して過ごす感じですね。そうトレーニングはこれまで通りです、はいはい、素人の考えから言うと、はい、やはりボリュームを増やすとか、うん、はい、まあ、そういったところを考えがちなんですけども、はい、そういうところではなく、そうですね、これまでたくさんそれやってきたんですよね、はい、まあ、弱点部位を週2回やるとか、うん、それこそセット数を増やすとか、うん、で、まあ、例えば今まで10レップでやってたのを軽い重量でハイレップでやるとか、はい、逆に重たいもので低レップに変えるとかも、うん、まあ、やってたんですけど、うん、あんまり良くないですね。なるほど。なので、まあ、それって結局はその疲労が溜まった状態で常にトレーニングに入ってるんで、はい、1回のボリュームって気づかないうちに下がってきてると思うんですよね。なるほどですね。なのでそこをしっかり休む、うん、で休んで 100% 回復したらまたトレーニングに入るっていうルーティンを組んでからの方が体が変わってきたんで、なるほどですね、まあ、質を上げていくようなイメージですかね、今は。1レップの質にフォーカスして、そうですね、日々の生活から改善するというところを、はい、まあ、取り組んでいくという。そうですね。そうですね。カロリーをちょっと管理してみようかなって思って、うん、でこれまで、まあ、それこそずっと減量食食べてたんですよね。はい、年間通して。はい、なので例えばこうパーソナルで1日、まあ、予約を入れて、はい、で一応食事の時間とかもある程度
考えてやってたんですけど、うん、詰まって取れなかった時、うん、仕事が詰まって食事取れなかった時って、はい、やっぱ減量食食べてるんで、はい、1食抜けたらもう結構のアンダーカロリーでオフも過ごしちゃう、うん、ってなると削られる部分が出てくるんで、うん、まあ、そこをあらかじめちょっと脂質とカーボン量を増やして、減量期よりもまあプラス1000キロぐらい追加でオフを過ごそうかなと、うん、はい、でそうすることによってまあ体重ちょっとまあ乗ってくると思うんですけど、まあ、それで過ごしてもいいのかなとは考えてますね。これまで体重の減量幅が 2,3 キロぐらいでやられてたと思うんですけど、今期はちょっと増やされて、そうですね、6キロぐらいまでは上げたいですね、はい、日本選手権までは、うん、6キロぐらい増やされて、去年ですか、はい、去年は増えました。で去年もまあそうですね、食べてたんで増えましたね、うん、5月まではめちゃくちゃ良かったです。5月までは良かったんですけど、はい、そうですね、それからが良くなかったです。それはなんか怪我が一発あって、腰、あ、そうですね、6月の3週目だったかな、はい、でそうですね、腰を痛めて、はい、でそれからちょっとガタガタっと落ちた感じですかね。あ、なるほど、はい、体重も結構、体重もそうですね、10日で4キロぐらい落ちて、でまあ、9日間トレーニングオフ取って、はい、でそうですね、4キロ体重落ちて、うん、なので減量スタートした時が、はい、まあ80弱ぐらいもともとあったのが、はい、まあ、76まで落ちてたんで、うん、76キロから減量スタートって感じですね。なるほど、はい、そうですね、大会に関しては、12月の15日から20日までに行われるワールドカップですかね、まあ、世界男子ボディビル選手権大会に出場するかなって感じですね、はい、まあ、75キロ以下級で、はい、なので、まあ、引き続き減量してるって感じですね、はい、減量してないから今はまあその減量食を多く量を増やして摂取カロリーを増やしてるっていう感じで、まあ、食材は減量食と同じ食材でっていう感じですかね。でまた12月に向けて仕上げていくというような感じですね。今年は日本でワールドカップが開催されると、うん、そうですね、うん、なのでこれはちょっともう行くしかねえんだと、うん、そうですね、はい、ぜひ応援に行きたいっていう方も多いかなと思うんで、ぜひ、はい、東京ですね。そうですね、有明ビッグサイトですね、うん、はい、島田さんも、うん、世界戦というのは久しぶりになります、はい、あ、そうですね、2019年以来ぶりなんで、うん、5年ぶりですね、うん、ただこの5年でどう変わってるかですよね。そうですね、僕が行った時はもう何ですかね、同じ人間じゃない人たちしかいなかったんでうん、うん、はい、またちょっと世界となるともう異次元ですね、うん、本当になんかあれですよ、運動会の小学生の運動会のかけっこと、はい、世界陸上みたいな感じです。あ、そうなんですね、はい、その時の僕の体と、はい、世界のトップの人たちはそんなくらいでしたね、うん、はい、そうなんです。ちなみに2019、はい、出られた時は、うん、成績としては、階級別なんで、はい、トップ6が決勝なんですけど、はい、12も残らなかったですね。あ、そうなんで、はい、2時も残らなかったですね。なるほど、まあ、その世界の人と並んでどう見えるのか、はい、そうですね、はい、我々も多分視聴者さんも楽しみでしたね、はいはい、思いますね。ちょっと頑張らないといけないですね、これは。ということで、じゃあまだまだ、はい、島田さんの今年の挑戦は続くと。あ、そうですね、はいはい、まだまだ本当12月20日に終わるんで、はい、今年いっぱいって感じですね。そうですよね、はい、引き続きになりますが応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。